トイックの年間試験日程まとめ2023年バージョンですね、はい、はい、1年間通してね、いつ受験できるのかっていうことについて、うん、森田先生と一緒に見ていこうかなと思います。はい、この動画が出る頃には、まあ、当然1月のは終わってしまっているので、2月26日のは申し込み期間中かなと思いますね。はい、はい、2023年はですね、3月に2回ありますので、2月26日のもう次の週にあるんですよ。で、1週明けて3月19日にありますので、おいっぱいあります。ここそうですね、なんか連続して受けることができますね。はい、立て続けに3回やるっていう初めての。おお、連続で受けるといいことがあるとかありますか？ないです。3月が一番多いんですよ、はい、受ける人が、うん、で受験地も多いんで、あ、多分なのでそういった風にしたんだろうなっていう風に思いますね。いわゆる大都市圏では全部受けられますけど、地方ではやってるところやってないところありますので、お住まいの地域をちゃんとですね、はい、確認してもらえればと思います。次4月が、はい、4月23日ですね、はい、忙しいので4月ってみんな、うん、なので、その時期は避けられてるって感じです。あ、なるほど、そういうことか、はい、で5月は5月21日ですね、はい、次が6月25日、はい、7月から8月までそんな感じですね。7月23日、うん、8月20日と、まあ、大学生の方とかは夏休みしっかり勉強して受けられるので8月おすすめかもしれませんね。そうですね、それが欲しかったんですけどね、昔はなかったんで、うん、まあ、僕自身7月は東進の合宿で受けられてなかったんで、はい、いつも6月9月だったんで、あ、受けられないっていう禁断症状みたいな感じ。、はい、じゃあ8月チャンスですよ、はい、次が9月10日ですね、はい、これ結構早めにありますので、そうです、シルバーウィークとかと重ならないようになってると思います。うん、次が10月1日ですね、はい、10月2回ありますね。10月1日と10月29日、はい、10月29日にトイックを頑張って受けて、その後ハロウィンでパーティーに出ると。なるほど。次が11月19日ですね、はい、最後が12月10日、はい、これも年末には重ねてこないので。ちなみに24年に関しては、はい、1月28日から2月25日、3月17日、うん、というふうになってますね、はい、今分かってるところ。そうですね、もしかしたらまた3月は同じように増えるかもしれないですね。今年やってみてたと思いました。なるほど。ぜひ、まあ、皆さんコメントなんでね、はい、この時に受けますとかね、はい、ここまでに何点取りますって、ね、書いてもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、武田塾イングリッシュでは、TOEIC 990点満点をもう100回以上取得している森田先生と、まあ、TOEIC 満点を1回取得した僕が一緒に考えたカリキュラムがございますので、はい、目標スコアに合わせてね、TOEIC 400点ぐらいかな、うん、と600点、700点、800点、100点超えとかね、はい、いろいろなカリキュラム用意しているので、そちらを見ていてください。このチャンネルでは英語学習に役立つ情報を日々更新しています。 TOEIC 英検英語の学び直しに役立つ情報を配信しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。僕たちに質問がある方はぜひぜひコメント欄に書いてください。 Leave comments below.